バチルスチューリンゲンシスは、バシラス属に属する新生細菌の一種である。1901年に、石渡しげ種により、カイコの病原細菌として、日本で発見された。石渡は1901年の論文で、激烈な症状を呈して死亡したカイコ幼虫から、バシラス属の病原細菌を分離し、この細菌を培養して、カイコ幼虫に、再び接触させたところ、 同様の激しい症状を呈して死亡したと報告している。石綿はこの細菌病を粗糖病、病原細菌を粗糖病菌と名付けたが、細菌の新種としての記載は行わなかった。一方、1911年、エルンストベルディナーはドイツで同種の細菌を、筋ジコナマダラメガの病死中から分離し、病死中が発見された、中部ドイツの中林源にちなんで、 アシラスチューリンゲンシスと命名した。石綿が発見した、ソット病菌の名称は、現在、B チューリンゲンシス、H 結成型4アブのセロバーソットとして残っている。B チューリンゲンシスは、養蚕農家の地内、土壌、植物の葉面、淡水、海底の堆積物、排水処理施設の活性をデーを様々な自然環境から分離できることが、報告されている。これまでに、 臨死目、創死目、メサヤバネ目等に選択的な毒性を示す菌種が得られており、人体や環境に安全な生物農薬、微生物殺虫剤として、世界各国で BET 剤が使用されている。また、殺虫性タンパク質の生産に関わる遺伝子を植物に組み込むことで、特定の農産害虫に抵抗力を有した作物を作出することができる。昆虫だけでなく、 線虫や土壌微生物にも影響を与える報告がある BT 毒素の結晶自然環境から分離される B 中ュリン原質には昆虫に毒性を示さない禁止も多く含まれており分離源によってはほとんどの分離株が非殺虫性の場合もあるこのような非殺虫性の B 中ュリン原質が産生する結晶性タンパク質がどのような生理活性を有するのか長い間謎であったが 2000年、非殺虫性の結晶性タンパク質から、人の癌細胞に対して選択的な破壊活性を示すパラスポリンが発見された。近年のセレウス菌は、感染性胃腸炎や、菌血症の原因菌として見過ごせない菌であるが、B セレウスとの違いは、殺虫性結晶タンパク質の生産量の有無で区別されている。広く自然界に存在しているものの、 生物農薬として利用されていることから多くの農産物に付着しているため農産加工品食品への影響が懸念されている。外国産大豆137検体、国産大豆43検体、市販の豆腐30検体を調査したところ外国産の汚染率が高かったが国産も汚染されていた。また市販の豆腐からは食品衛生上問題にならない程度の下痢毒が 検出された。ありがとうございます。